はらり途中下車の旅、パラスティカの豆田と澤出です。今日はですね、はい、1年ぶりの、谷中銀座に来てみました。今日は何ですか？今日は、はい、1年越しといってはなんですけれど、はいはい、パラリなんで、はいはい、パラパラ食べ歩きしようかなと。あ、パラ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 、わかりました。じゃあパラパラ食べ歩きをして、はい、いろんなもの食べていきましょう。はい、今日はあの、うん、特別カメラマンさんの方もいらっしゃいますので、はい、そうですよね。自由にやってもいいかなと思ってます。いいですね。はい、行きましょう。はい、何がいいでしょうか？でもやっぱこの食べ歩き用って書いてあるからガバヘラアイスがいいな。かわいい。かわいいね。かわいいかわいい。溶けないね。確かに。あ、溶けない。全然溶けないんだけど。じゃあ食べるのやめよう。ダメダメダメ。食べるために。ここに飾ろう。びしょびしょになってるけど大丈夫？いただきます。いただきます。シャリシャリ系だった。これがババヘラってやつなの？でもね、秋田名物って書いてあるから、これがババヘラなのかも。おばあさんが田舎の秋田のね、うん、おばあちゃんが路上でね、はい、こうやってね、ヘラで足と一本やってくれるのも、それでババヘラになったの。あ、今はこうやってお花にしてくれてるけど、昔はまだこうやったね。あー、なるほど。ジジヘラはないんですか？商品もあるの。あ、ごめん。材料じゃない、すいません。渾身のジジヘラを拾ってもらえなかった。ジジヘラもガン虫。しょうがないですよ、お客さんいらっしゃったからね。こういうこと。なるほどね、うん、お勉強になっちゃったね、うん、だからうちらが作ったら、マメさんが作ったらマメヘラ、サワヘラ、マヘラ、ミサクさんが作ったらサクヘラ。ビじゃんだ。ビじゃない。ビヘラじゃないんだ、サクヘラなんだ。占いやっていただきます。占い大好きなんですよ、私。占いたいです。じゃあ、いつ頃結婚できるか、下の名前だけ教えてもらっていいですか？はい。ちなみに今はですね。そうです。綺麗。あ、結婚は、はい、パパッと言うと、はい、30歳ぐらいになりそうですね。30? え、はい、30歳ぐらいに出会う人は、はい、すごい家庭的な感じの人で、充実した、はいはい、関係を保てる人がいいですけど、ただなんかあの、26歳ぐらいに、はい、もう出会いチャンスはあるかなんですけど、結婚するっていうまでにはなんかちょっといかない感じ。なるほど。自分の中で26に結婚しようと決めてるんですけど、26ではない。26で結婚しちゃうとお別れする方向に行っちゃいそうなんですよ。これがこうだったらいいんですけど、はい、逆で出てるっていう感じなんで、だから逆位置悲しいんですよ。逆位置出ました。締めの時に現れるのかなっていう感じ。30だそうです。私まだ時間あるわ。じゃあ選ぶ。まだあと5年あるから。5年ある。5年ある。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか食べたいな、ちょっとね。わかる。しょっぱい系とかないかな。あ、ないのかな。ちょっとさ、探してみよう。そしたら、ね、これすごい行きたい私。いや、同じくよ。ビール、この写真がうちらにさ、こうやって訴えかけてたよね。行こうよ。行く？行っちゃおう。たこ焼きじゃ食べましょう。イエーイ。わー、いいじゃんいいじゃん。わ、生ビールセットとかあるわよ。いいじゃない。ビール飲んでいいの？え、ビール飲んじゃおう飲んじゃおう。いいんだ。やった、嬉しい。飲んじゃいましょうよ。イエーイ。あ、熱っ。びっくりしちゃった今。めちゃくちゃ美味しい。熱
暑いかもしれない。あ、熱々芸やるつもりはないんで。ないよ、うちらダチョウクラブさんじゃないんだから。うちらはね、ダチョウクラブじゃないの。気をつけて、暑いよ。いやいや、おー暑い人じゃん。半分ぐらい割った方がいいわ。逆にすごい、ここまで熱々提供できるのはやっぱりサービス サービス業の鏡。いやでもすごい美味しいね。熱うま、熱うま、うん、でもなんかいいね、ビール飲みながらさ、最高だよ。うちはさ、この間さ、うん、ビアガーデン行ったんですけど、そうなんです、途中でね、雨降られちゃって、そうで、なんか店員さんが傘をね、お客さんにお配りしてたの、うん、そうなんだよね。どうぞどうぞ。うちらのところに一本も食えなかったんだよね。そう、他の可愛い OL には渡してたのに、うちらにはくれなかったんだよね。絶対あれ省かれたよね。省かれた、こいつら別に大丈夫だって思われたんですよ。思われた。ここでもプラマイゼロって感じだよね。うん、むしろプラブラ、プラいっちゃったね。うん。この猫の名前は何でしょう。ヤッキーとか。せんちゃんじゃん。どっからヤッキーが出てきたんだよ。いや、なんかギーザの公式カロプターヤッキー。せんちゃんの方が謎じゃん。だってせんだぎのせんですね、おそらく。あ、え、ここせんだぎ、せんだぎと日暮里と西日暮里の間ぐらいなんです、ね、あ、そこなんだ。せんちゃん、じゃあせんちゃん、ヤッキーなわけはない。わー、なんかいろいろあるね。わー、いいじゃん。おいしそう、濃い。あ、待って、これやりたい。ああ。やろうやろうやろう。うちら絶対これ毎回動画でこれ見つけるとやるんです。京都でもやったし名古屋でもやったんだね。やったのやったの。これもやりたいな。あ、これもやりたい。これやりたい。かわいい。え、じゃれ合いニコイチって書いてある。うちらじゃん。うちらうちら。ちょっと私からやります。一恋百円。一恋百円何？大事よ、これ結構やっぱ奥まで入れるのが鉄則。そんな手突っ込まないで。そんな手突っ込む人いないんだから。これにします。はい、手前。顔で選ぼう。顔で選んで、顔ついてるから。ビューティーチャンネルいきます。はい。あ、吉です。うわ、大吉来い。つい吉でした。微妙じゃねえかよ。読みます。はい。今こそ力をつけていく時期よ。異性を引きつけるための武器はあなたの中に眠ってる。今日のラッキーアイテム、消しゴム。消しゴム？消しゴム。使う機会ないな。実らない？水は？肥料は？そもそも種は撒いたの？響くことを言われています。前のね、マネージャーさんによく言われてた。そう、種まきしなさい。そう、種まきねって言われてたんですけど、確かに種まいてないです最近。そういうことか。はい、沢井さんは、私、うん、ラッキーアイテム、スワロフスキー。もういい、運命の差じゃねえか。髪型とか微妙に変えるのやめてもらえる？気づきませんって、なんかわけわかんない。いや、悪口じゃん。いや、どういうこと。悪口じゃん、そんなの。悪口書かれたんだけど、うん、巻いてく？巻いてこ、巻いてこ。これでうちらはもうあれだわ、大吉だわ。完璧。じゃあガチャガチャしていいかな。いいよ。かわいい。何狙いでいこうかな。そう、最初に狙い決めた方がいいから、ガチャガチャって。ダックスフンドとダルメシアンじゃない、やっぱり。あ、いいじゃん。この組み合わせで寝ることないんだから。ないね、基本的に。お、異色コンビだわ。トラとビーグル。え、トラ？トラ？トラ猫ってことか。えー、かわいい。トラとビーグルです。いや、なくすなくす。500% なくすわ、そんなの。今日いるからよろしく、みんな。 100% なくすのよ。めちゃくちゃ美味しそうなんだけど、なんか悩んじゃうね。どうしよう。ママいいまま、それがあるよ。谷中ミンチ。こいつらはコロッケ。いただきます。おいしい。どういうの。ビールに合うわ。合うね。うん、なんかさ、うん、結婚したらさ、うん、こういう商店街がある街に住みたいんだよね。あ、すごい。で、こういうお惣菜とか買って帰りたい。もう結婚のことどんどん押していくから、 うちの沢では。どんどん進めていくわ。どんどん進めていく。もう5年後なんて気にしない。もう来年するって言ったらするんだから。するする。いいよね、でも商店街っぽくてさ、お惣菜いいよね、うん、はい、ということでね、
谷中銀座ハラリぶらり旅、はい、してきましたけれども、いやーやっぱ街があったかいね。街があったかい。みんなね、お店の方優しくて、我々と会話もしてくださって、楽しかったですね。楽しかったね。最後は、はい、じゃあ恒例にしていく五七五の俳句締めで、あ、なるほど、いきたいと思います。 B 作さんに一句目、はい、私に一句目で、最後あ、締めで、締めで、じゃあお願いします。はい、下町の人情深さにほろほろり。また次回お会いしましょう。さよなら。